いやいや、F ポーズですね。ファジ。ファジポーズですか。ファジポーズ。いやいやいや。いやー、負けてしまいましたね。試合直後ですが。3対1。3対1。町田ゼルビアの勝利。いやいや、どうでした。いや、見させてもらうようになってから、はい、負けたこととこ見たことなかった。2勝1分けで初負け、うん、今年、うん、そうね、チームとしても、うん、そう、あ、そう、初アウェイか。いや、初アウェイではないけど、始まってからはもう2勝1分けで、今日で 初負け。はいはいはい。いや、カード出まくってましたね。いや、荒れてた ね、なんか試合的に、ね、うん、初めてムーク見れたと思ったら、怪我にも、うん、怪我も ね、キーパーの梅田選手も退場とかなったりして、いやちょっとこれ見に行くの気が引けるようになるわ。こんな格好して。いや、別にその何も悪いことないんだろうけど、まずいっす、うん。なんかや気まずいっすね。そう、ただただなんか申し、別に申し訳ないとかじゃなくて、勝手な気持ちよく、なんか良かったですねって言い合いたかったけど、なんか謝りたくもないしっていう、そのなんか、ね、別に悪いなとは思わへんけど、悪いなとは思わへんけど、なんか単純に持ってなくて気まずい、そう、ね、持ってなくて気まずい。いや、だからムークの出場時間何分だったの。いや、ほんま10分15分とかだよ。15分出てた。15分ギリ出てないぐらい。はっきりあんまりそのシーンがどんな感じやったかもあんま見えんかったけど、ね、そうそう、ま、反対側の方で、こういう画角で見てたからさ、うん、あの奥の方でさ、奥の方でしかなって、ね、ボールの方を見とったら、ボールに触ってないはずのムークに、そうってなんかレッドレドって、どよめきが、どよめきが起こってるな、もういなくなった。これはちょっと確認しなきゃ。いや、まあ、ね、まあ、次行けるとしたら、うん、大宮とかね、うん、どうしますか、大宮は。気まずくなければ、まあ、でもやっぱりね、うん、サッカーのチームを応援するっていうことは、はい、負けも当然ありますし、確かにそれを、ね、YouTube でやるっていう以上はそれを狩るはしょうがないって、うん、何言われても知らんっていう顔するっていう知らんがなっていう顔を、あ、もう来んなって言われてもし続けるっていう、そうね、応援してんねんから気持ちは持った方がいい、そうね、応援はしとるわけ、うん、なるほどね。そうだな、まあ、めげずに、めげずに、はい、応援しましょう。いや、お願いします、まあ、まだ今シーズン初黒星しか、まあ、全然まだ、そうね、全然そんな、うん、まだ4試合できるでしょ。そうそう、勝ってるとこしか見たことないから、うん、まあ、ほな、うん、じゃあ、ね、なんか最後の結構でも、ね、声かけてもらってほしい。いや、そうね、でもあの僕以上に、まあ、当たり前だけど浜野が声かけられてるのに気に食わなくて酒の量ちょっと増えちゃった。2杯目いっちゃった。そうなんだよ。ぜひぜひ、はいはい、本当にまあまあいつでも、またまた、はい、また頑張りましょう、応援し続けましょう、はい、頑張りましょう、さよなら。